それでは第20回飛燕賞をトゥールリーグで制しました山口勲騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。去年の九州ジュニアチャンピオン、そして今年の佐賀若駒賞も勝利、これでトゥールリーグ重賞3つを勝ち取りました。今のお気持ちいかがでしょうか。はい、今日もちょっと断然人気だったんで、ほっとしてるのがあれですけど、馬が勝ってよかったです。はい、今まではもう逃げて気持ちよくそのままゴールされてましたけれども、今日は3番手からのスタートでしたよね。これは想定通りですか。そうですね、スタートはちょっといつものように切れなかったんで、まあ外枠だったんで2、3番手は考えてたんで、まあ一応想定内ですね。はい、そしてこの馬の持ち味はもうスピードとも前回も言われてましたけれども、ちょっと遊びがあるという面も言われてましたね。今日はいかがでしたか。そうですね、今日も先頭に立ってからもう楽に先頭に立ったんで、だいぶ遊んでましたけど、また直線馬が来たらまた行き出したんで、まあ一応なんとか辛抱してくれと思って追ってました。はい、そしてもう3コーナーから一気に上がってきましたけれども、ラストの粘りどう感じられました。そうですね、まあ特に変化はないんですけど、まあ、それがいいところでもあるんで、まだまだこれから成長していってほしいですね。はい、はい、これからも楽しみですね。それでは最後にファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、今日はちょっと今日はもう昨日と違って雨も止んだんで、お客さんに来てもらってありがとうございます。まあとにかくトゥールリも順調に行ったらまだまだ頑張れると思ってるんで、これからも応援してください。ありがとうございました。ありがとうございました。山口勲騎手でした。